見つけたぞ、なんとかセンター。侵入者。お前がでかい妖怪か？あれ、でかくないぞ。私は太陽の神だ。多分。しな、でっかい妖怪を出せ。隠したてするとためにならないぞ。しら、とにかく侵入者は、侵入者は、あれ、どうすればいいんだっけ？まあいいや。やっつけよう。とりあえず死ね。熱っ、溶ける。わっは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 っ。絶対大太郎ぼっちを見つけるんだ。そうすればきっとダイちゃんも喜んでくれるんだ。うわー、チルノちゃん。今のを避けるとは。ダイちゃん、二人で力を合わせれば。よし、必殺パーフェクトフリーズ。もうチルノちゃんのバカー。あれ、おかしいな。まさか私以上のバカがいるとは。地上は広い。うわ、この鳥頭。侵入者を追い返せって言ったじゃん。やっつけてどうするの。そう言われればそうだったかも。出たな、妖怪。ぐえ、ご挨拶じゃないか、霊夢。紛らわしいわね、マリサ。それにアリスまで。ここで何やってるのよ。もちろん、妖怪退治に決まってるぜ。霊夢、遊んでたら終わらないわよ。逆もゆかり。待って、霊夢。ゆかりは敵だろ。なんでそこにいるんだ。あんたには関係ないでしょ。私は忙しいんだから、邪魔しないで。関係大ありだ。ヤクモゆかり、隙間妖怪のお前の能力は、物事の境界を操作することだ。お前、昼と夜の境界をいじったな。このあげない夜は、お前の仕業だ。いかにもその通りよ。よくわかったわね。何バラしてんのよ。まさか、巫女なのに異変に加担するなんて。見損なったぜ、霊夢。あのね、私にだって。知られてしまったからには仕方ないわ、霊夢。やっつけちゃいなさい。行かせ。お前も霊夢も、まとめて退治してやるぜ。そうすりゃ、異変解決だ。わね。マリさん、ゆかりは私が引き受けるわ。無理はしないで。これで肩をつけてやる。マスタースパーク。まだまだ。やった。なんだ、こんなところに建物が。大当たり。
ここよ、レーム。本当？マリサとバカやってる場合じゃないわね。避けたのかよ。マリサ、一時休戦。この中に異変の真犯人がいるの。なんだと？本当の異変は真犯人が月を偽物にすり替えたことなのよ。月だった？私はレイムの味方よ。とっとと倒してレイムたちを追いかけましょう。地上の妖怪どもめ、この永遠帝を突き止めたことだけは褒めてやる。2対1で勝てるつもり？何人いようが同じこと。私のルナティックレッドアイスの前ではな。拉致が開かないわね。仕方ないわ。切り札を使いましょう。切り札？ゆゆこ、聞いてたでしょ？あとは任せたわ。任されたわ。さあ、ヨーム。腕の見せどころよ。何人いようか同じと言ったはずだ。私の瞳からは。妖怪の期待し、この老関係切れるものなどあまりない。お見事。じゃあまた後で。マリサとレイムの方は大丈夫かしら？何？地上の人間を送り込んできたのですね。ここは私がすり替えた偽りの月と地上の狭間、偽りの通路。もはやどこへ行くことも叶いません。あなたたちの旅路はここで終わる。よくやったわ、テイル。やーい、引っかかった引っかかった。まあ、さっき喋ったことは嘘じゃないからね。で、お前が異変の真犯人ってわけだな。私はキリサメマリサ、妖怪退治の専門家だ。退治する前に名前を聞いておいてやるぜ。ヤゴコロ、いいね。なんだか姫の従者とやら。私は白霊レーム、白霊の巫女よ。月をすり替えるような輩にはきっちり退治されてもらうわ。愚かしいですね。太古よりの英知を持つ私に上妙な人間が叶うとでも？やってみなきゃわからないぜ。決して姫様は渡しません。あのウサギが言ってたのは本当らしいな。それが月をすり替えた理由ってわけね。聞いてない。
私たちの永遠帝を見つけてしまった以上、あなたたちには死んでもらうほかありません。神父、天神の警部。お邪魔だったかしら。サクヤ、ずいぶん待たされたわよ。吸血鬼とメイド、一体どんな風の吹き回し。隙間妖怪には幻想郷を紹介してもらったきりもあるけど、何よ、月を偽物にすり替えるような不届き者には、この私にいつからきついお仕置きをくれてやろうと思っても。地上の妖怪風情が、その思い上がりの対象高くつきますよ。雨人とか月人とか知らないが、お前の敗北の運命はこのレミリア・スカーレットを敵に回した時点ですでに決定されていたのよ。さあサクヤ、全力で行くわよ。はい、お嬢さん。今だ！マスター！うそー！姫様！久しぶりですね、エーリン。姫様、ずっと謝罪したいと思っていたのです。あなたの飲んだ不老不死の蓬莱の薬を作ったのは私。その罪とかは本来私にあります。そのように責任を感じることはありません。おかげで私は月とは違う世界を知ることができたのですから。今月への帰参が許されたと聞いても、もはや私にそのつもりはありません。このまま地上で生きて行きたいと思います。姫様、本気なのですね。こうなるような気はしていました。ならば私も蓬莱の薬を飲んで地上に残り、共に永遠の時を過ごしましょう。もうあなたを一人になどさせません。決して。そして